こんにちは。モルディブの日本語教育事情についてご紹介させていただきます。モルディブの首都マーレにあるモルディブ国立大学に派遣されている青年海外協力隊 JOCV の小賀詩織と申します。私は15代目の派遣となり、大学には30年以上日本語教師の派遣が続いています。 現在は JOCV である私と現地のモルディブ人講師1名、計2名で日本語を教えています。モルディブ人講師は在モルディブ日本大使館でフルタイムの仕事を持っており、大学ではパートタイム講師として働いています。モルディブという国について簡単にご紹介します。 モルディブはインド洋に浮かぶ1,200以上もの島からなる島国です。首都マーレは世界でも人口密度の高い町の一つとして知られています。人口は約40万人で国民は100%がイスラム教です。インドの首都デリーからは飛行機で4時間程度の距離に位置しています。 私たちはモルディブ唯一の国立大学であるモルディブ国立大学の文学部と観光学部で日本語を教えています。前身はホテルスクール、主にリゾートで働く人を養成する学校だったのですが、近年いろいろな学校が組み合わさり国立大学となりました。文学部のコースは公開講座で大学外からも学習者を募っています。 1>, 1回2時間で週に2回授業を行っています観光学部は半年コースの正規学生は外国語が必修となっており30時間のコースです下の表のような感じで授業を行っています文学部の日本語クラスはベーシックからアドバンストゥまで7つのコースがあります使用教材はみんなの日本語で ご覧のように10カ刻みでクラス分けがしてあります。週に4時間かける15週なので、試験やイベントも込みで1セメスター計60時間教えています。今学期は JLPT クラスも開講しようと思っています。観光学部の方は書いておりませんが、1セメスター30時間終了で、みんなの日本語6カ程度まで教えています。 私がこの大学に派遣されてからちょうど1年です。去年の日本語クラスがどのような状況だったのかをご紹介します。2018年の1学期目は、前任の JOCV が離任してから1年空いていたこともあり、ベーシック4名、エレメンタリー14名というとても寂しいスタートでした。また、日中仕事を持っている学生が多いので、途中で来なくなったり、 ついていけなくなったりして辞めてしまう人も多く、8人中パスしたのは3人です。観光学部は必修でやっているだけでやる気がない人が多いです。2学期目は少し学生数が増えましたが、やはり最後まで続けられる人は少なかったです。観光学部の方は登録学生数が少ないということで開校できませんでした。 先ほどベーシックからアドバンストーまで7つのコースがあるとご紹介させていただいたのですが残念ながら学生数が少ないということで去年1年間ベーシックとエレメンタリー1のみの開講となっています学習者数の推移についてですがここ最近おそらく10年くらいは似たような状況です JOCV がいる間は宣伝活動もよく行うので 学生数が増えるようです。JOCV がいない間は現地の先生だけで授業をしているようですが、当然ながら時間給で授業外でのお給料は発生しない上に、皆さんそれぞれ他で仕事を持っているので宣伝もあまりできず、学生数が減る傾向にあるようです。大学では文学部、観光学部の授業のほかに、 折り紙クラス、習字クラス、料理クラスなどの文化クラスやイベントをよく行っています。カウンターパートのジーナ先生が大使館勤務ということもあり、日本大使館もイベントにはとても協力的です。文化クラスについて何かいいアイデアがあれば伺いたいです。JOCV の派遣も30年以上続き、 モルディブの日本語教育事情は大きく変わってきました。この大学がホテルスクールだった頃は、日本からの観光客が多かったということもあり、仕事で日本語を使いたいという人が多かったようです。現在は仕事で使うから習いたいという声は全く聞きません。日本の文化が好きだから、日本に旅行したいからという人が多いです。また、 日本に留学するために勉強を始めたという人もいますこれからの展望についてですまだ決定ではありませんが JOCV の派遣は私で終了になる予定ですですので大学側が私がいなくなった後も日本語の授業を続けたいのならパートタイムで現地の先生を雇うという形になると思います 大使館も日本語コースは維持したいと思いますので、他の方法も提案してくるかもしれませんが。モルディブ人講師についてですが、現在日本語を教えられる人は6人程度とのことですが、N1 まで教えられる先生となるとほぼいない状況です。以上で発表を終わりとさせていただきます。 次のシンポジウムで皆さんと会えることを楽しみにしています。